皆さんこんにちは。今回は大谷翔平選手の元通訳水原一平氏の違法賭博問題について最新情報をお伝えしていきます。水原氏は大谷選手の口座から約6億8000万円をブックメーカーに送金した疑いがあり、ドジャースから解雇されました。大谷選手は26日この問題について初めて言及。信頼していた水原氏の過ちにショックを隠せない様子でした。会見での内容をお伝えします。大谷選手は通訳同伴で、僕も話したかったので嬉しく思っている。関係者の皆さんもファンの皆さんも僕自身も厳しい1週間だったと思うが、皆さんも含めて我慢していただいてありがたいと思っている。僕自身も信頼していた方の過ちというのを悲しくショックですし、今はそういう風に感じていますと切り出し、現在進行中の調査もあるので今日話せることに限りがあるのをご理解してほしく、ここにまとめたメモがあるので何があったか説明したいと伝えました。続けて、僕自身何かにかけたりスポーツイベントにかけたり頼んだこともないですし、送金を依頼したこともありませんとし、数日前まで彼がそうしていたことも知りませんでした。結論から言うと、彼が口座からお金を盗んで僕の周りみんなに嘘をついていたと語ったのです。大谷選手は真実について、先週末僕の代理人に対してメディアの方から僕が違法なブックメーカー博打に関与しているのではないかと連絡がありました。一平さんは僕にこういった取材があることを僕には話していなかった。代理人には一平さんには某友人の借金の肩代わりをした支払ったと代理人にも話していたと明かし、翌日に尋問で借金は自分のもの、一平さん自身が作ったものと説明しました。そこで僕が肩代わりしたと代理人に話した。そしてこれらは全く全てが嘘だった。取材依頼も大谷に伝えてなかったし、代理人の人たちも彼とコミュニケーションを取っていたと嘘もついていたと明かしました。大谷選手自身が知った時期についても説明、僕がこのギャンブルの問題を知ったのは韓国での開幕戦後のチームミーティングです。そのミーティングで彼は英語で話していて、通訳もいなく完全に理解できていなく、なんとなくは理解できていたがなんとなく違和感を感じていたと言います。そして彼は僕に対して、ホテルで帰ってより詳しいことを2人で話したいので待ってくれと言われたので、ホテルまで待つことにした。ギャンブル依存症であることも借金があることも知らなかった、同意もしてませんし送金を許可もしていないと語ったのです。ホテルで大谷選手と水原通訳が2人で話したと言いますが、そこで彼に巨額の借金があることを知りました。僕の口座に勝手にアクセスしてブックメーカーに送金していたと、僕はやっぱりこれはおかしい、これは代理人に話したい、代理人も彼に嘘をつかれていたと弁護士の皆さんに話をした。ドジャースの皆さんも彼らも嘘をつかれていたと知りました。弁護士の皆さんは窃盗と詐欺ということで警察当局に伝えるとしました。これがそこまでの流れなので、スポーツ賭博に関与も送金していた事実もありませんとしました。心境について再び、正直ショックという言葉が正しいと思わないが、それ以上の言葉で表せないという感覚でこの1週間は過ごしてきた。今はそれを言葉にするのは難しいと落胆の色を隠せず、今シーズンも本格的にスタートするので弁護士にお任せして警察に全面的に協力したい、気持ちを切り替えるのは難しいがお話できてよかった、質疑応答はしませんがさらに進んでいきますとしました。会見は多くの日米メディアが殺到していることからテレビカメラやスチールの撮影は制限されましたが、大リーグ専門チャンネル MLB ネットワークで生中継、質疑応答はなく連邦政府や大リーグ機構が調査中のため声明という形となりました。ドジャースは20日日本時間21日に水原通訳の解雇を発表。デイリースポーツの取材に対し、球団はメディアの報道を把握しているが現在は情報収集中でありこれ以上のコメントを控えると返答するにとどめていました。 ESPN によると、捜査当局が調べていたブックメーカーに水原氏の借金があり、大谷の口座から少なくとも450万ドル約6億8000万円が送金されたことが判明。水原氏が19日に遠征先の韓国で応じた単独インタビューでは、大谷選手に借金の肩代わりをしてもらったと話しました。ですが翌20日に全ての発言を取り消し、自身のギャンブルや借金について大谷選手には話していないと真逆の証言を口にしたのです。
同時に大谷選手の弁護団からどうしよう、大規模な窃盗で告発する声明文が出されました。 MLB の規則では野球以外のスポーツへの賭けは許されていますが、違法ブックメーカーの賭けは処罰の対象になる可能性があります。今回の報道とド軍の対応を受けて MLB も調査を開始しています。このように大谷選手は一切関与していないと主張しています。しかし大谷選手名義の口座から巨額の送金があったことや水原氏の発言が二転三転していることから、大谷選手が身代わりになっているのではないかという憶測も飛び交っています。水原氏は現在行方不明となっており、その行方が注目されています。韓国に残っているという情報もありますが、すでに出国しているとの見方が強まっています。ただこの状況でアメリカに入国するのは難しいとみられ、韓国をすでに出国しているなら第三国にいる可能性が高いようです。一部では水原氏が日本に帰国しているのではないかとの憶測もあります。しかし水原氏の両親はロサンゼルスに住んでおり、日本に帰る理由はあまりないとされています。ただ韓国と日本は近く、船で日本に渡ることもできるため、妻の実家が福岡付近にあるならひっそりと日本に帰国している可能性も完全には否定できません。いずれにせよ水原氏は今身を隠しているようです。その理由として考えられるのが、大谷選手の身代わりになっているからではないかということです。大谷選手の口座から巨額の送金があったこと、送金額が6億8000万円という大金であること、大谷選手が水原氏の賭博を知っていた可能性があること、水原氏の発言が二転三転していることなどから、大谷選手が違法賭博に関与していたのではないかとの疑惑が持ち上がっています。しかしもし大谷選手が関与していたのなら、なぜ自分の口座から送金する必要があったのでしょうか。より巧妙に資金を移動させる方法もあったはずです。また大谷選手は真摯な人柄で知られ、違法行為に手を染めるようには思えません。そのため水原氏が大谷選手に無断で口座を使い、大谷選手になすりつけようとしているのではないかとの見方が有力です。水原氏は大谷選手の信頼を悪用し、大谷選手の名前を利用して違法賭博をしていたのかもしれません。そして今大谷選手に罪をなすりつけようと身代わりになろうとしているのかもしれません。大谷選手は水原氏の裏切りに深く傷ついているはずです。信頼していた相棒に騙され、違法行為に巻き込まれそうになっているのですから。しかし大谷選手は潔白を主張しています。事実関係を明らかにし、疑惑を晴らそうとしているのです。一方水原氏は行方をくらましたまま、これは自分に非があることを認めているようにも見えます。もし水原氏が潔白なら、堂々と記者会見を開き疑惑を否定するはずです。しかし水原氏はそれをせず逃亡しました。これは水原氏が大谷選手の身代わりになろうとしている証拠ではないでしょうか。水原氏は大谷選手に迷惑をかけまいと身代わりになろうとしているのかもしれません。あるいは大谷選手に罪をなすりつけ、自分だけ罰を逃れようとしているのかもしれません。真相は分かりませんが、水原氏の行動は大谷選手の潔白を裏付けているようにも見えます。大谷選手は今後事実関係を明らかにし、疑惑を晴らしていくことになるでしょう。そのためには水原氏の行方を突き止め、事情を聞く必要があります。しかし水原氏は巧妙に身を隠しているようで、なかなか見つからないのが現状です。もしかすると水原氏は二度と表舞台に現れないつもりなのかもしれません。大谷選手にとっては水原氏との決別は避けられないでしょう。信頼していた相棒に裏切られ、違法行為に巻き込まれそうになった今、もう水原氏と一緒に歩むことはできません。新しい通訳を見つけ、新しい関係を築いていく必要があります。それは容易なことではないかもしれません。しかし大谷選手なら乗り越えられるはずです。ここで水原氏と大谷選手の出会いや関係性についてもう少し詳しく見ていきましょう。水原氏は大谷選手がまだ日本ハムファイターズに所属していた2014年から通訳として彼に寄り添ってきました。当時大谷選手はまだ20歳、プロ1年目ながら二刀流で注目を集めていました。水原氏は大谷選手の練習や試合、メディア対応などあらゆる場面でサポートしてきました。メジャーリーグに挑戦する際も大谷選手は水原氏を専属通訳として連れていくことを希望。2018年からはエンゼルスで、2024年からはドジャースで、二人三脚で歩んできました。水原氏は通訳の枠を超えて大谷選手の良き理解者であり、
パートナーでした。練習ではキャッチボールの相手を務めたり、時にはバッティングの投手も務めたそうです。プライベートでも食事に行ったりゲームをしたりと親交を深めていました。大谷選手にとって水原氏は家族同然の存在だったのかもしれません。だからこそ水原氏の裏切りは大谷選手にとって信じられないほどの衝撃だったはずです。水原氏はいつからギャンブルにのめり込んでいったのでしょうか。報道によると2021年に知り合ったマシュー・ボイヤー氏との出会いがきっかけだったようです。当初は少額の賭けから始まり、徐々に賭け金が大きくなっていったのかもしれません。そして借金が膨らむにつれ大谷選手の口座に手を染めるようになったのでしょう。水原氏は大谷選手の信頼を裏切ってまでなぜギャンブルを続けたのでしょうか。ギャンブル依存症という病に侵されていたのかもしれません。あるいは何か別の理由があったのかもしれません。真相は水原氏にしか分かりません。大谷選手は水原氏の異変に気づいていなかったのでしょうか。周囲の証言によると水原氏は電話に出るのを嫌がったり、ロビーをうろうろしたりと不審な行動が目立っていたそうです。しかし大谷選手は水原氏を信頼しきっていたため異変に気づけなかったのかもしれません。あるいは気づいていても見て見ぬふりをしていたのかもしれません。大谷選手は今回の件で深く傷ついているはずです。信頼していた相棒に裏切られ、自分の名前が違法賭博に利用されたことに怒りと悲しみを感じているでしょう。しかし大谷選手はこの困難を乗り越えていかなければなりません。シーズンは始まったばかりです。チームのエースとして仲間を引っ張っていく責任があります。大谷選手には水原氏との思い出もたくさんあるはずです。楽しかった時間も辛かった時間も全てが大谷選手の財産です。水原氏との別れは大谷選手にとって大きな転機になるかもしれません。新しい通訳と新しい関係を築いていくことになるでしょう。それは容易なことではないかもしれません。しかし大谷選手ならきっと乗り越えられるはずです。大谷選手は今まで幾多の困難を乗り越えてきました。怪我や不調、そして二刀流への偏見、全てを跳ね返して今やメジャーリーグを代表する選手の一人になりました。水原氏との別れも大谷選手を強くするでしょう。そして新しい相棒と共に新たな伝説を作っていくことでしょう。ファンの皆さんも大谷選手を応援し、この困難を乗り越えるための力になってあげてください。そして水原氏にも一日も早く真相を明らかにし、責任を取ってもらいたいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。